聞いたの？起きてたんだ。うん、俺もちょっと女子会みたいに妄想してた。え、なんの？なんの？いや、みんな付き合ったらどうなるんだろうって。え、まさかそんなこと考えるんだ。そんなこと考えるんだ。うん、でも何を言ってるかわかんないけど、みんなわかるって言ってくれた。へえ、なんだ、え、気になるな。まあ、聞かない方がいいかも。聞かない方がいい。最低なこと言う。全部悪いってこと？まあでも、うん、ちゃんとみんなわかるって言ったよ。わかるって言ってるけど、全部悪いこと言ってんの。人の悪い部分ばっか見てるの、ボス。ねえ、もっと、もっと楽しいボスしてよ。の恋バナ聞きたかったな。聞きたかった。いや、マジで聞かない方がいいよ。え、そんなに？そんなヤバいレベルだったの？うん、誰が気になる？じゃあ、天使さん。いや、お前、いや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 、ここにいない人にしとこうか、ここにいない人にしとこうか、ボス。そうね。かな、ナシマ？うん。いや、ナシマでも別にないな、ないのか。別に、ナシマはもし彼女と付き合ったとしても、まああんま変わらんみたいな。うん。うん。なるほどね。まあそこでちょっと彼女になった感じはするなぐらいじゃないかな。あ、なるほどね。ボス、アンジョーさんは？アンナル？アンナルは普通に付き合って、お前も飽きたみたいな感じで別れそうみたいな。いや、どんなイメージなんですか、ボス俺。ごめん。どんなイメージ？ちゃんと別れるときは、実際理由は飽きた感じなんだけど、まあなんか、めっちゃ言い訳する。あー最悪やん、言い訳。まあまあまあ、こうやって会ったから別れようみたいな言うけど、実際飽きたから別れるみたいな。うわ、イメージ良くない良くないな。え、じゃあボス、エイム君は？あ、エイムはやってないわ。おー、エイム君じゃあやりましょうよ。エイムは、もし彼女ができたら、なんか全部彼女に合わせてくれる。やったでも、うん、なんか例えばそのちょうど付き合った女の子がマジで悪い子で、うん、お金とか全部取られちゃうみたいな。見る目ない。カモだ、見る目がないのか。見る目ないんだ、うん、よかった。ボスの印象結構良い。ボス、千代先輩は？バナナ、うん、あ、バナナはちょっとリアルなんだけど、うん、付き合った女の子とくだらない問題で喧嘩して、その喧嘩がめっちゃでかくなって別れそうみたいな。いや、俺喧嘩したことないから。口ぷでどんどん、本当にくだらない問題で喧嘩したけど、それがめっちゃ多くなって別れそうな。めちゃめちゃリアル。喧嘩したことないけどな。なんかでも想像つくな。 CPU くん、あ、どこでもいいですよ。 CPU は言ってないな。でもあいつはそもそも、うん、なんていうか、じゃあ7193いきますね。あいつ好きな女の子いないよ。あ、そうなの？ならないってこと、うん、女の子を好きに。いや、逆、女の子が CPU のこと好きにならないって話を。逆ね。すげーな、ボスもそういう話するんだな。いや、なんか俺ずっとチルしてる時、二人でなんか妄想してたから、うん、いや誰だ、まろまろちゃんだったらって言いながら、全然いないと思って好き勝手言ってた。じゃあ俺も妄想してみようかって言いながら、ああ、なるほどね。うん、